浜越水駅は、北海道斜里郡越水町麻生浜越水にある、北海道旅客鉄道専門本線の駅である。電報略号はマコ。駅番号は、B74。1977年の浜越水駅と、周約1キロメートル範囲。左が、網走方面。斜里平野の畑作地帯の北辺。すぐ裏手に、おほうつく海が迫る。 少しカーブした相対式ホーム2面2線と駅裏にストックヤードと副本線が2本、駅舎横の網走側の貨物ホームへ引き込み線を有する。相対側ホームの網走端には補線車用の小さな車庫があって引き込み線が見える。また、本線串路側には気候場の敷地があり、本線に沿って引き込み線が引かれている。 かつて多くの木材が望みされていた駅裏のヤードは、ほとんど使用されなくなっている。腰水軌道は、二つの中規模など場を持っていて、一つは、写真で青い、大きな、かまぼこ屋根の農協の貨物発着センターが、建てられている場所に第一土場が、もう一つは赤い屋根の木工所の建屋の北側に、第二土場があった。第一土場は、国鉄敷地側にホームを有し、 上記の木工所への引っ込み線はそのホームに接して敷かれていた。軌道は、この土場の南側に何本かの留置線のヤードを許していて、そこから第二土場中央へ引き込み線が伸びていた。軌道の本線自体は、本駅舎の網走が若持ホーム近くまで伸びており、そこから駅前を横切って、本駅職員館車前と第一土場留置線ヤードの中央を通ると、 第2戸場の南側に接しながら、赤い屋根の木工所の建屋の北手前側にある、国鉄線踏切のところで南にカーブし、21線と20線の中央より21線側に寄った位置を道と平行に、南下して、腰水へ向かっていた。軌道跡の一部が、小道として残されているのが確認できる。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成かつては、小清水軌道との分岐駅であり、小清水市街地と結ばれていた。2007年4月14日から、デュアルモードビークルの試験的営業運行が当駅と誠駅の間で開始された。2009年度以降は設定されていない。小清水町の海浜にあることから、の命名。旧称の、古戸井は、 アイヌ語に由来し以下の諸説があるが、アイヌ語研究者の山田秀蔵は、どれも後の説で、どっちが、日高はわからないとしている。相対式ホーム2面に線を有する地上駅。2番乗り場との間は、やむ別方にある、校内踏切で連絡する。2番乗り場は3両程度分の長さを持つが、機関車を含めて6両となる、流氷の6個号の運行機関は、全客車が、 ホームにかかるよう仮説で延伸される。知床斜里駅管理の無人駅。道の駅、華やか小清水の建物内に待合室が設置される。1日の平均乗行人員は以下の通りである。おほうつく海に近く、国道沿いを中心に、浜小清水の集落が広がる。小清水町中心部とは約10キロメートル離れており、 バス等での連絡が必要となる。網走新浦市別地区の最寄り駅ともなる。ありがとうございます。